この動画は一人の配信者がなんとか復帰冒険家と豪快協力をし凱旋ジャンボキャラガチャを55連回していく涙と友情のヒストリーを含めたガチャ動画である。おとせさかです。今回はこの凱旋ジャンボキャラガチャね、復帰冒険家と協力することによって一人につき、まあ、ジュエル100個、あとは凱旋ジャンボキャラガチャチケット1枚もらっていけるというね、あの悪魔のイベントがあったわけです。まあそれも修正が入りまして、まあ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 、復帰冒険家5回までね、まあチケットとかジュエルとかもらえるように変わるみたいなんですけれども、僕は、改正前に何とか集めていったわけなんですけど、めちゃくちゃ大変でした。これ本当に大変でした。で、まあ、そこまでの、まあ、5枚集めるまでのストーリー、まあ、ヒストリーなんかもね、まあいろいろあったんでね、そこもお話しさせていただいた後ガチャ回していきたいと思います。実際僕復帰させられた方っていうのが一人なんだよね。で、まあね、前からっていうか僕が白猫始めた頃からやられてる方だったんだけど、まあもうやんなくなっちゃってっていう方が一人いて、でこういう殺伐としたイベントが来るとね、その人の人間性とかがめっちゃ出るんだ、ほんと出るんだけど、で久しぶりに連絡したわけよ僕が、前に白猫やってるみたいに。そしたらまあもちろん30日以上ログインしてませんよっていう返答が返ってきて、じゃあまあぜひぜひ協力お願いしますと、僕ジュエル100個とチケット1枚もらえてうまうまなんでお願いしますっていう感じで言って、まあ一緒に協力行ったわけです。はい。でその後です、まあ僕がまあなんかできる方とかがいたらお誘いしますよって言った時、なんて言ったと思いますかこの方。私のことは気にしなくていいから茜子のメンバー呼んであげて。きやー、いい人だ。なんだこの方は。もう自分欲しいじゃんやっぱこういうチケットとかって。まあそもそもまあ復帰勢っていうところでそこまで白猫に執着してないっていうのはあるのかもしれないけど、まあもらえるもんはもらっておきたいじゃないですか、10連引けるんだからね。ただそこは茜子というか僕がねライブ配信とかっていう YouTube やってるの知ってるから、そっちでやってくださいよ。まあめっちゃいい人だよね本当に。あ、まあ機会あったらね、まあ、枠があったらね誘おうかなって思うよね、うん。あとはこの方が1枚、それとあと2枚は僕ねランマチで取っていったんですよ。まあそれで100回協力のなんだっけミッションも来てたから、ついでにもらえたらラッキーかなぐらいな感じでやったら、まああれね僕がホストでやってたんですけど、僕ホストだと出ないんですよねバナーが、復帰勢ですみたいなバナーが出ないんだけど、みんな解散していく中、まあ、どうせ100回協力やるからみたいな感じで僕やってたわけですよ。まあまあ大抵1人とかしか残んなくなっちゃうんだけど、まあ、僕がホスト立ってるからね、ホストでやってるからはこいつって復帰勢じゃねえなみたいな感じでみんな抜けてくんだけど、そこでねやっぱ1人準備完了してくれる方とかがやっぱりいるわけですよ。そこで、あ、もし行こう行こうみたいな感じで言ってると、その方が地味にね復帰勢だったりしたわけですよ。それで、まあ、そんなこんなで100回のうちに、まあ、2枚ゲットしていきましたという感じですね。あとは視聴者の方でした。ここはねもう本当に配信してるからいいよねって思われてしまっても申し訳ないっていうか、もう本当その通りなんですけれども、視聴者の方がね枠を枠あるんで一緒にやりませんかとかっていうので、2枚ゲットしていけたんですけれども、結構ね大変でした。ランマチ潜るのも大変だったし、まあ他の方とかにもやっぱ連絡とかもしたんだけど、なかなかねログインしちゃってるみたいな方とかが多かったんで、20日前にログインしちゃったとか、まあこれさあれあったじゃん、窓マギコラボあったから、そのタイミングでログインしちゃってた方とかもいらっしゃったりして、まあなかなか本当にね難しかった。いや本当大変だった。で配信してる僕でこんだけ大変なんだから、みんなはねもっともっと大変だと思う。ただまあ今度ね更新で変わるんで、復帰で5回までできるようになるんで、まだまだね諦めずにやって皆さんねいただければいいかなと思います。本当にでも人間性出るなっていうのは今回のこれで思ったかな、ねえ。なんか2ブロック最近やべえんだよな。2ブロックもう生えてきてんだよね。2ブロック。はい、ということで
2ブロックも綺麗になったところでやっていこうかなというふうに思います。で、僕の狙い、今回ガチャ僕の狙いがバリアントシェリルと拳チカヤ、その2キャラなんかが来てくれたら嬉しいかななんていうふうに思っておりますという感じで引いていきましょう。みんなのあのね、温かい思いがね、この結果に出ると思うんですよ、うん、出ちゃうと思うんだ。拳チカヤとバレンタインシェリル10連目やっていく。 Going my way。 どうだった。10連目だよこれ。凱旋ジャンボ、みんなの思いが、協力してくださった方の思いが、え、待って、金熱めっちゃ少なくねえかこれ。ちょっと勘弁してくれ、マジかよ。金、え、め、金、あ、金、金1。精一杯やります。金 1? かわいい子いる？これ金1からのある？ないでしょこれ。金1からのさすがに、金1からのさすがにねえよな。でもおにぎり祭りじゃねえか。まあ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 、まだ始まったばかりだからね、こっから見せるからね俺はね。20連目でとりあえずバリンアントのシェリル引いていこうかな。うん、じゃあおにぎり多すぎやろこれおにぎり多すぎやろ。20連目やっていく。あ、めっちゃロード入ってる。え、これマジ熱いぞこれ。1、2、3、4、5、6、これもらったでしょ。拳ちはやかバリアントシェリル、これほんと闇鍋だからね。君のナイトになろう。いやでもね、ある程度キャラ持ってるから。え、え、誰ミラさん来た。ミラさん明星会ミラ、これ明星会コンプだ。まさか唯一持ってない明星会ミラだったわ。演出来たってことは明星会ミラ確定だったんだあれ。でも持ってないキャラ来てくれるのはでかい、非常にでかいかなと思います。ありがとうございます皆さん。はい、30連目やっていく。よし、一応ロードは来るね。1、2、3。シェリル、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 バリシェリ、バリシェリ。あ、イースター、あと2か、あと2枠か。いや、スターうまいな、スターうまいな、うまいかこれ。最近ね、スター枯渇してるからこれは嬉しいんだけど。ああ、終わり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 でござんすね。あと2枚、この2枚で拳ちはやとバリアントシェリルを引いていけば、あ、まあいい感じだよね。うん、いい感じでございますという感じ。さっきさ、こっちやった、こっちもやっといた方が出るかな。2ブロック、ほら伸びてんだよこっち。まだこっちはさっきやったからあれだけど、こっち伸びてるから。右もやんのかこれ。右も行くか。そしたらもういい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。よし行こう。いでん、はい、ということでね、双方もうね、あれだから2ブロックいい感じに仕上がってるんで、まあキャラの方もね、いい感じに仕上がった感じで出てくれるのか。いい感じに仕上がったってどういうことやね20連やっていくぞ。あと来いよ。おっ、一応ロード組んだな。1、2、2よ、今3よ、4よ、5よ、5よ、シェリル。
これなんか指サックはめてるとかっこ悪いな、なんかシェリーとか言ってもなんかこれがこれついてることによってなんかかっこよさがね軽減されるわな。あ、まあでもね、全然見てなかった。うおー、これ持ってなかったら嬉しかったんだけど、持ってなかったら嬉しかったんだけど、そうじゃないんですよね。おい、もう終わったかこれ、見てなかったわ。ダメだ、待って、あと10連なんだけど。まあ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 、ここで渋ってもしょうがない。55連目やっていこうと思う。ゴーイングロード来たしょら金何体だ、見てなかった。これで来たらやばくねえか。1234貯金4でございます。はあ、そういえばなんか近々さ、あれ来るよね、シエラとナギガチャ見たんだけど、あれやばくない、激アツじゃね。次のガチャあれってやばいよね、金蔵前に。シエラナギはほちゃ終わったかなこれ。でもさ、これで引けなかった、これで狙い引けなかったけどさ、スターうまかったし、いろいろね楽しめたかな、トータルで見ると。もう本当にやっぱこのキャラガチャね集めてこう引くまでの、この動画出すまでに何が出るかなみたいな、来るかなみたいなさ、そういうので楽しませてもらえたし、うん、あと枠くれた方とかさ、久々連絡してねコンタクト取った方とかもいたわけだから、まあそういうのトータルで見たらね、まあなかなか今回楽しめたかなと。でまだこのねチケットゲットしてない、ジュエル10個ゲットできてない方とかもいると思うんですけど、諦めないでね。というかもうほんと変わって非常にやりやすくなったというか、復帰勢の方が5回までできるようになるんで、そこでねしっかりゲットして、まあ次のガチャね、これだよ、これ、このガチャにね、これ やばくねこれ、あ、めっちゃやばい、そういうのやめておこうか、規制厳しいから最近、口では言わん、口では言わん方がいいなこれ、規制厳しいから。あとナギとシエラ、これ来るから、このガチャでね、まあ、使って行くぞ。コロプラ、そういうことか、これで復帰税ボーナスを使わせようっていう魂胆か、俺はその作戦には乗るけどね、うん、乗る、回す、これは、うん、という感じでございます。シェアやべえなこれな、かっこやべえだろこれマジで。ナギも可愛いしな、まあここはね俺も引いていくと思う、1500ぐらい貯まると思うんで、ここはねしっかりガチャあらまたね回していこうと思います、という感じで今回終わっていきたいと思います。まあ新キャラ1体引けただけでもかなりね嬉しかったんで、よかったのかな。しかも名世界の演出見れたしね、赤マント演出も見れたので、これ見らね、でこれで一応名声会コンプしたのかな、うん、ああ美しい美しい白ミラー、うん、いい感じですね。はい、という感じで今日は終わっていきたいと思います。気が向いたらチャンネル登録、ツイッターフォローなんかもしていただけますと嬉しいです、という感じで今日は終わっていくよ。どうも最後までご視聴ありがとうございました。かでした、バイバイ、みんな次のガチャ頑張ろうぜ。